南海難波駅に来てます。南海本線を走る、7100系なんですけど、つい最近あの復刻塗装車両南海グリーンって言われてる、緑色の旧塗装車が運行開始したんですけれども、それでね、なんとね、南海本線の、優等種別の、ね、特急サザンとして走り出したということで、今回はそれに乗っていこうと思います。はい、そんな感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。南海7100系の復刻塗装車ね、運行開始から55周年を記念して、南海高野線の6000系もね、あのステンレス無塗装で復刻塗装したのと同様に、南海本線の、7100系もね復刻塗装してほしいということで今回実現したんですけれども、前乗った時はあの普通運用やったんですけどね、今回特急サザンとして乗るの初めてなんでね、めちゃくちゃ楽しみです。画面の前に特急サザン和歌山市行きが止まってるんですけど、特急サザンっていうのは 4+4 の8両編成になってて、前4両が和歌山市寄りなんですけども、座席指定車両、後ろ4両が普通車になってるんですよね。で、今止まってはこれ南海の12000系サザンプレミアム、座席指定車両は12000系と10000系の2つがあって、まあ、この12000系が一番新しいんですよね。で、10000系が古いということになってます。今回はあの10000系と連結してやってくるみたいです。はい、それでは12時20分発の特急サザン和歌山市行きやってきました。車両がね、南海7100系の7169F 編成、この1編成に、復刻塗装、旧塗装がねされているので、南海グリーン、ね、この注目したいのはこの幕なんですけどね、特急サザン和歌山市行きになってます。やっぱりね、この緑の車体にね、あの赤いね特急サザンっていう、ね、優等列車のね種別幕っていうのがめちゃくちゃ合ってますね。まあ、ちょっとあの京阪っぽいんですけどね、京阪の旧塗装っぽいんですけど、これが南海の、ね、旧塗装ということで、なかなか良くないですか、これ。結構ね、この緑の車台と赤幕がね、すごい合ってます。一応あの7100系の方は、まあ、自由席ってことなんで、乗車券だけでね乗ることができます。前に繋いでるあの10000系の方はあの座席指定車両なんで、別途座席指定料金が必要なんですけどね。じゃあちょうどね、7100系と10000系の連結部分にやってきました。こんな感じになってて、前の10000系は座席指定車両なんでね、別途料金が必要になるっていうのが、まあ、特急サザンになってます。いや、いわゆるあの12000系のサザンプレミアム、10000系古いんでね、まあ、ちょっと古い車両同士の、ね、この組み合わせっていうのがいいですね。で、10000系もあの確かに130周年記念の時に、緑の復刻塗装ってあったらしいんですけどね、今はもうこの普通の塗装になったということで、まあ、こっちもあの旧塗装やったらほんまに完璧やったね。いや、まあこれはこれでいいわ。まあ、ちなみになんですけど、南海電鉄の、ね、転落防止ホールってこんな感じで結構ね適当なんですけれども、まあ、この雑さがね個人的に好き。近鉄とかやったらなんかこんなトゲトゲみたいになって刺さりそうな感じの転落防止ホールになってるんやけどね、うん、これはこれでいい。それじゃあ南海7100系 7169F 旧塗装車の特急サザン和歌山市行き、早速乗っていこうと思います。で、車内はこんな感じ、あの復刻塗装車両なんですけれどもね、内装は別に普通の7100系と変わらないです。
7100系までもうデビューから55年経ってる車両なんですけどね、あの自動放送がね、後付け、当然後付けたんですけど、ついてるっていうのがすごいですよね。海外に南海防衛線の6000系ステンレスも塗装いますね。この並びは強いわ。天ヶ茶屋で言うと次は堺まで止まらないですよね。さすが特急サザン。もう南海7100系のキルト走車がね、特急で爆走していくのが面白いですね。途中駅もね、高速通過していきます。堺に到着。特急サザンも止まるんですけど、特急ラピードベータかな、ラピードも一応止まるんですよね。大阪府堺市で結構大きい町のあるところなんで、主要駅扱いですね。
列車まもなく伊豆に佐野に到着。列車泉さんの出発していきます。ここから先は関西空港方面行く空港線と分かれていきます。特急ラピートとか空港急行まで、ここから空港線に入っていきます。この列車はこのまま南海本線を走行していくんですけど、ちなみにこの復刻塗装車ね、あの関西空港行きの空港急行の運用にも今ついてるみたいなんですよね。で結構いろいろ走ってるみたいですね。でここでちょうど分岐していきます。列車今枕崎を通過してます。枕崎止まりの列車とかもねあります。でこの駅にはあの車両基地がね隣接してあるんですよね。南海電車の車庫があります。まもなく三崎公園に到着。前はあの遊園地があったんですけどね、今はもう閉園してないんですよね。田中線の乗り換え駅で向かい側に列車止まってますね。ここ駅前もねそんな何かがあるってわけじゃないんですよね。Thank you.
13時19分終点和歌山市到着しました。列車折り返し特急サザン南波行きになりましたね。もうね、キュート奏者が和歌山市駅にいるっていうのにそういう違和感みたいなのも感じます。やっぱり荒れたんですね。あの南海7100系復刻塗装車両、旧塗装車デビューなんですけれども、これあの台車とかもめちゃくちゃピカピカなんですよね。今思ったらなんでちゃんとあの整備してから運行開始したって感じですね。おお、やっぱりかっこいいよね、この南海グリーン旧塗装。いやー、いいね。はい、それでは今回は南海7100系旧塗装復刻塗装車の特急サザンに乗ってきたという動画でした。ありがとうございました。